2025年には、団塊の世代の方すべてが、後期高齢者に、なります、これに伴いまして介護を必要とする人の割合に、急増する。皆さん、ケアラーという言葉を知っていますか？これは家族や身近な人に対して無償で介護や看護などのケアをする人のことを指します。今回は県が取り組むケアラー支援、その考えを伺います。豊かさ競争山梨。日本ケアラー連盟によると、現在日本の介護者のおよそ7割は家族が担っており、子育てと親や親族の介護を同時に担うダブルケアラーや、仕事をしながら介護を行うビジネスケアラーなど様々。その負担と自分自身が求める生活とのバランスが問題となっています。詳しいお話をプロジェクトマネージャーの深澤さんに伺いました。本県の高齢化率は全国平均と比べても高い割合で進んでいます。また仕事をしながら介護をしている人の割合、介護・看護を理由とした離職率も全国で3番目と高い水準となっており、早急な対応が必要な状況です。この現状に対する県の考え方を教えてください。はい、県政の大きな目標として県民一人一人が豊かさを実感できる社会を作るということを掲げています。家族のケアは誰にでも起こり得ます。そのために自分を犠牲にするのではなく、自分の思い描いた道を歩み続けることができる山梨県にしていこうと考えています。県ではケアラーへのサポートを全庁体制で行う県ケアラー支援推進本部を立ち上げ、機運醸成を図るためのセミナーも開催するなど、スピード感を持って対策に取り組んでいます。さらには全ての方から頼りにされることを目指したポータルサイトの構築にも取り組んでいます。ケアラーの現状はまだまだ知られていませんし、いつ誰がなってもおかしくありません。家族のケアを理由に思い描いた人生を諦めるのではなく、周りのサポートがあるから大丈夫と言える山梨県にしていきたいですね。